なんかそう最近あしてないなショールームと思ってしました。あそうボムさん私ねまだ見れてないんですよ。あの私まだ見れてなくて、そうどう、うん、わかんないんですけどぜひぜひゲットしてください。そうまだ見れてなくてですね、明日もらえるかなと思うんですけど、そうなのでちょっとまだわかりませんけどわかりませんけど、だからなんか何ページが可愛かったとかってね聞きたかったんですけど、あの聞いたとて自分がわからんっていう あれねって言えない現状なのでちょっとわかんないんですけど、まあ、ぜひ見てください。はい、漏れてたら嬉しいです。何かわいいシンデレラ、あなんか本当だ周りもなんかそんな感じだ、なんだシンデレラなのか今は。あそしてタカさんありがとうでございます、早いありがとうございます、ありがとう。キャメのやつ好き、あーあの料理してパスタ食べたやつ、なんかあのらへんの時本当にあのらへんっていうかあのまともに食べてなくて、でその日もそこまで多分全く食べてなかったんですよ。で、まあ、作って食べるシーンだったので食べるじゃないですか。でもまあ言うてねそんな料理すること自体に時間はかけないですしあれですから、普通にまあ冷凍スパゲッティと普通に何チンする冷凍かなのさ普通のピザだったわけよ、そのあったのね。なんだけどなんか世界一美味しく感じたそうめちゃくちゃ美味しく感じた時, 笑っちゃった自分で、めっちゃ言ってたもん、待ってこれ世界一美味しく感じるっていう話をしてた。あよっこいしょ、そうあの時めちゃくちゃ美味しく感じました、あのパスあの2セット2つが。お腹空いてるっていう状態空腹で味を得てなさすぎるとそうなるんだなって思いました。あてかちょっと最近本当にメイクしてるのに全然写真撮ってなくて反省してるんですよ、写真がなくて。なのでメイクしてないんですけど送ります。本当にね反省してる、ここ数日だってちゃんと毎日メイクしてたのになんかほぼ撮ってない、あ忘れてたってずっとなってますなんかさ なんですかね普通にこのちゃんと投稿しようっていうあれじゃないと忘れちゃうんですよね、しんどいのよくないね。えい、えい、メール送りました、さ何分後に届くかなって感じです。そう髪伸びたよね、てか髪をさあのさ
暗くしたわけですよ。ちょっとね、もうプリンになってたので、そう色落ちてたんで暗くしたら、なんか暗くしたらより長くなったのが分かりやすくて、そう伸びたなって思いました。嬉しいです、頑張ります。だってもう友達ね、ロングの枠くくりにされたもん。長いじゃんかって言われて、あ、私って長い側なんだと思って嬉しくなりましたね。あ、もうそこまで伸びたと思って喜んだ。髪色こんくらいがいいな、ずっとこんくらいでいようかなって。私多分さ、ピンクの時も言ってたんだよね。どの時もいますね、なんでもいいやんかって。でもこんくらいがね、平和でいい。私なんか平和な茶色にしてくださいって言ったらしくて、新しいワードだなって思われてました、美容師さんに。オカピのミルクフェド見ると冬の感じる。あー確かにパーカーの時期だからね。でも今年全然何も買ってないんですよ、冬服。なんかさ、本当に良くないんだけどさ、去年着た服たちとかってさ、まあ、去年からいる冬服とか、一昨年からいる冬服とかさ、まあ、別に夏服でもそうなんだけど、その去年もたくさん着てたわけじゃない。だからなんかさ、あ、これいっぱい着たしなとか思っちゃって飽きちゃうんですよ。そう、あのね、本当に良くないと思うんだよね私。だからすぐ新しい服欲しくなるんだよね。まだ衣替えしてないんだけど、そう、だからね、今季もまた着る服がないってなってます。困りました、困ったです、本当に。でもさ、衣替えしないとさ、本当に寒いよね。もうちょっと分かんないんだよね、なんか寒いんだけど、寒いなと思ってちゃんと着込もうと思うと、多分まだ室内は暑いんですよ、あの暖かくされちゃうから、なんか難しいんですよね。電車とかさ、暑いの嫌じゃん。そう、分かる。1年着ると2軍に落ちる感じ、分かります。物によってはそれめっちゃなるけど、物によってはなんかめっちゃ好きで今年も結局着るみたいなのもあるんだけど、もちろん。そう、だからなんかもう着る服ないなってなってます。困ったらね困ったらね、本当に良くないですね。そう、今日ちょっと時間があったのでショッピング行こうかと思ったんですけど、ちょっとそんな元気なく帰宅しました。ご飯食べたよ。なんかすごく。あ、今日はやめようとって書いた。あ、そうです。今日はモカの音。
皆様ぜひ聞いてくださいませ。この後でございます。どうぞよろしくどうぞよろしく。なんか1週間わかんない、早かったんか遅かったんかちょっとわかんないな今回どっちだろう。ぜひ。そうでも何にしてもね、本当に私は何喋ったかすぐ忘れちゃうので、もうちょっと覚えてないんですけど、まあ聞いてくださいって感じです。話の内容を決めたことないですね。いつもノリで喋ってます本当になんか信じられないくらいノリで喋りすぎて、どんくらい喋ったか分かんないのもちろんそうなんだけど、なんていうの、そのなんて言葉を発してるか覚えてないんです多分。そう、嫌なこともすぐ忘れるタイプになる。幸せ、あー意外と結構忘れますね。あ、なんだっけってなる結構何でも忘れちゃうノリで、本当にノリで成立してますあれは。なんかそう本当にそうなの。私もあ今回話すネタないかもなとか思って始めるんですけど、意外と喋ってますね。意外とあるらしい喋ることは。そう基本喋ってたら思い出すって感じで、このさあれは何なんですか、このガチャガチャのカプセルみたいなのは。アバターが当たるやつ。ほう。あ、このこれがもらえるってこと？この名前ついてるやつ。アバターがランダムで当たる。なるほどね。じゃあレミガチャガチャのカプセルは本当にガチャガチャのカプセルなんですね。ほうほう。9時半くらいに終わりますいつも忘れちゃうから先に言っとく。9時半くらいに終わります。調子はいかがですか。調子は以前の配信を見てくださった方はわかると思うんですけど、あこから特に変わりないんですけどあこから特に変わりなくあれなんですけど、なのでちょっと明日大丈夫かなって感じなんですけど、まあいけると信じて頑張ります。はいって感じ。全然なんかさ、なんて言うんだろうね、
ベースは元気だから困るんですよね。そう。明日はそうちゃんの生誕ですね。なんか2日に1回くらい急に恋愛禁止条例来るよね。そういえば15と17か。髪を暗くする予定はありませんか。暗いんだよ実は今。わからない、もう抜けた。そうペジャラはね多分ちょっと配慮してくださってるのかな、分かんないけど。ちょっとパジャドラまで踊れるのかちょっと分かんないので踊れるのかちょっと分かんないので、ちょっと終年までね、セーブ気味で。終年はちゃんと出たいんでね。メイクしてますか。してません。すいません、リップだけでもうごまかしてます。バジャダダはユニット固定、固定ですよ。あ、そう、明日はいぶきが錬金に来てくださりまするので楽しみです。楽しみでございますよ。嬉しいね。そう、徐々にまあね、2月とかわかんないけど、2月で終わるのか1月で終わるのかちょっとわかんないですけど、までにいろんな方が元気に来てくれたらなって思ってます。ちゃんと。なんかすぐ来ちゃいそうですよね。意外とあっという間に。あのクラス外までね。そうね、2月とかに変わるからさ、多分生誕は警報ですね。もう変わった後にって感じしますね、きっと。すいませんね、時たまって呼吸しないとちょっと喋り何疲れてしまうもんで。警報のイメージわかんない。いや、まあそうだよね。でもまあもうさ、H も警報ももう色が変わるじゃないですか。だからまあどうなっていくんだろうねって感じですね。楽しみです。ルームレッド見に行ってないんだ結局。ていうか私全然読み終えられてないんだワンピース。まずいです。ワンピースもスラムダンクも読み終えられてないんです。おかしいな、頑張んなきゃ。
絶対1だと思った。本当？わかんない、なんか本当にどっちだろうなって感じで待ってました時何も考えてなかった。今待ってるドラマなんですか？今期のドラマ追いついてるのかな？追いついてません。追いついてません全く。はい。でもいっぱい見てるんですよ。だから困ってるんです。いっぱい見てて追いついてないんですよ。今日が PICU でしょ？えっ。で、わかんない、ダメだ、曜日じゃわかんないや。なんか何があったっけ。あと君ちょっとタイトルわかんない。君の花になる、合ってる、わかんない、なんかそんな感じのやつ、わかんない、火曜日それじゃん。君花っていうんですか。じゃん。水曜日があれじゃん。そっちもタイトルがない、二重人格のやつ。あ、ちょっと何もタイトルがないや。じゃん。でサイレンと、あとシスターも見てる。金曜日って何ですか？何やってんだろう。うん、ちょっとわかんない。どう、あ、金曜クロサギか。土曜日は？祈りのカルテ土曜日かな。ちょっとぽい気がして。で、日曜がアトムの子。あれ日曜ドラマ2個あるっけ。あ、つかない。だからまあゴールデンだけ言うとそんな感じ多分。ちょっとわかんない。 いやでも私ね、9時も10時も見てるみたいなのねあるはずなんですよ。で深夜帯も見てるのあるので、あのあれ、あ、違うか、霊媒、ちょっと待って、霊媒探偵なんちゃかかんちゃか、孤独のグルメも見てる。大混雑。あと何でしょう。今期のアニメはブルーロックとチェンソーマン。スパイファミリーはね、ちょっと途中までしか見てないんですよ私。追えなくなっちゃって、あれ、そうだからね、もう見れてない。ヒロアカも見てない。この間ついてて見たけど、どういう話か分かんなかった。あの本当に中盤を見てしまったので。そう、あと何見てるか分かんないです。そんな感じ。とりあえず録画してて、で、あと1時間時間あるとか、ご飯食べるときとか、朝起きてとかにちま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 見ていく感じ。かな、基本。あ、ブリーチね、見たいなって思いつつ見れてないんですよ。なんかさ、その辺はさ、ネットフリとかで見れるから一旦今いっかと思って置いてます。そう、え、あの番やるの、金曜ロードショー。あ、まだ
月曜日ね。オッケーオッケー、大丈夫。そう、なんかそれこそアニメ系は一応ブルーロックは撮っているんだけど、基本ネットフリーで見てますね。そんなもんかしらね。ポケモンソフト買う予定はない。買う予定はないけど、ポケモンに、ん？ポケモンを通ったことがないのでちょっと分からないんですよね。でも最近ね、なんだっけ、なんか欲しいと思って忘れちゃったな。なんか言ってたんだよね。あ、遊び大全とマリオパーティーだ。みんなで遊ぼうって時にその2個あったら優勝だよね、うん、無敵だよね、短縮してたんですよ。そういえば、ワイルドソン配信してた。結局桃鉄したんだけど、絶対に一人じゃやらないやつ。基本一人ではスプラしかしないんですけど、なんかさ、スイッチとかになるとさ、みんなでやろうとかいうこと多いじゃん。そうこの間、あ、待って、あれどこだったっけな、忘れちゃった。そんなことつかないよ。なんかスイッチのカセットだけ持っていこうってなったんだけど、スイッチの何、本体自体は友達に使えばいいかと思ってカセットだけ持っていこうと思ったんだけどさ、カセットケースなんてものないじゃない、ソフトっていうのか。だからさ、あ、ないやと思ってさ、なんかちょっと前に撮ったさ、ラッコイヌのちっちゃい巾着があるんですけど、ガチャガチャで得たやつね、その中にこんなちっちゃいのバラ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 って入れて持ってきました。割れそうだなって思いながら、無事だった、強かった。そらっこいぬ有能だった、あれいいもん見っけと思って、ちょうどいいサイズしてました。あちら、わかる、ソフトちっちゃいからなくしそうになりますよね、あれ。意外と無事だけど今のとこは。別にそんなに持ち歩く頻度高いわけじゃないからいいんだけど。そう、あれなんだよね、スプラとかがさ一緒にできたらいいんだけどさ、一人用じゃない？なんかつまんないよね、そういう時には。
プレステないんだよね。やったことない。そう、本当 DS とか本当任天堂で生きてきました任天堂で生きてきましたね。とっても人間だって、任天堂か宝トミーで生きてきたまああとは普通に、あ、バンダイ、確かに、あのなんていうの、普通のさ携帯ゲームはしますけど、そうね、たまごっちやってましたね、懐かしい。ちゃんとあくび出ためちゃくちゃちゃんとあくびしちゃった。めっちゃちゃんとあくびした。今あんま調子よくなかったからめちゃくちゃ寝たんだけどな。スマホのゲームはやりますか？やりますよ。でもスマホのゲームは本当に基本戦ってますエイペックス、荒野行動、COD、あとはなんか一人でただただ暇つぶしにやるやつ、ナンプレ2048、トイブラスト、そんくらい。ちゃんとピースフ楽屋でゲームしますか？ あんましないかな。基本家かな、こういうタイプのゲームは。誰か知ってるメンバーがいたら一緒にやったりしますけど、そんなに、なんか本当に長時間暇って時以外はそんなしないかな。そう、 FPS できるの尊敬しちゃう。嘘、全然別に上手じゃないんですけど好きでやってます。最近やってないんだけどね最近全然できてないんですけど、え、ほんと、なんか全然できてないな。いつからしてないでしょうかってくらいしてない。久しぶりに今開いて、すっごい波あるんですよね。なんかすごいやる時期と全然やれない時期と、あ、間違えちゃった、あ、違う違う、久しぶりに開いた、あ、11月入ってからしてないわ。
あ、そっか、11月入ってからできないんだ。だからしてないんだ。そうだ、できなくないけどちょっとやりづらいからやってないですわ。そりゃそうだ。髪の毛どのくらい長さまで伸ばしてるって、わかんない。伸ばせるまで。まあ結べたらいいので、もう結べるんですけど。結べるまでそう、あと2ヶ月頑張んなきゃいけない。1ヶ月か、どのくらい伸びるかな。頑張ってくれれば、髪がどのくらい伸びれるかな。頑張って頑張ってって気持ち。もうね、髪質が死んでるんですよ髪質終わってて、実は結構。だからね、なんか飲み、本当は切りたいんだよね、毛先なんだけど、ずっと毛先を切っちゃうってやってたから、あの伸びなくてだから本当に毛先も切ってないんです最近。頑張ってる。そう、染めまくってるから。なんせ私が色落ちに耐えれないので、色落ちとプリンに耐えれないので、本当ハイトーン向いてないなって思います。黒髪にしたらめっちゃ分かりそう。はい、黒だったことが本当に舞台期間しかないので、本当お仕事以外ではしないかな、黒はって感じ。暗めはまああっても、黒っぽいのにはしないかなって思う。重たくて好きじゃないそう、この辺絶対違う髪いるんだよな、どっから来たんだろう。まあいいやまあいいや。あ、あと15分で終わります。イエイ。ああ、なんか行こう。あ、戻ったそうだよ、あとちょっと、あとちょっとで成人です。いや、成人は成人なんですけど、やっと成人ですようやく成人です。はい、あと、1,2,3,4 ヶ月か。まだ4ヶ月もあったわ。あと3ヶ月くらいで成人式で、合ってる？違うか、2ヶ月？ちょっと分かんない。あと1ヶ月で12月ってことでしょ。じゃああと2ヶ月だ。あと2ヶ月で成人式で、あと3ヶ月ほどで20歳。え、あ、ちょっとじゃない、意外と。わーい、ね、1ヶ月あのあれ間違えてたわ。わーい、わーい、楽しみな。
成人式。20歳です。20歳になったら何か仕事で変わる部分ある？まあ、そう、20歳にならないと法的にダメな部分の仕事ができるようになるってくるじゃないですか。例えばそれこそさ、朝ですでハーチがお酒飲んでたりするじゃないとかっていうのも、まあ、未成年じゃできないですから、そういう部分くらい、時間とかは変わらないので、その辺が解禁されるってくらいですかね。まあそんなにね、そんなにそこまで大きな差があるわけではないですけど、まあ20歳以上が良いとされるお仕事とかは、まあそうですね、まだ19歳なら驚き。本当？大人っぽい？大人っぽい。そう、そう、もう20歳って時とまだ20歳って時とどっちもあるのでちょっとわかんないんですけど。どっちでしょうかね。わかりません。なんかすごい、ほんとそれこそこうメンバーだったりとか仕事面だとなんか大人だねって言われる時も多いんですよ。あの、なんて言うんですか、ハーチとかにね、25って言われるんだ。そうなんだけど、友達とかといると絶対に下に見られる側の人間なので、友達といるときにあのしっかりしてるねって言われることほぼないんですよ。本当にね、本当にほぼないんだよね。多分好き勝手やってる。そう、大人っぽいよねって言われることあるかな。いや、ないな。ないな。うん、本当にないんですよ。本当にないんですよ。なんかもうすみませんってくらい、なんか好きにやらせていただいているので、そう、なんか友達がちゃんとしてることが多い。子が多いなって思うから、そのまま甘えさせていただいております。あら、ゾウキンさんありがとうございます。ありがたわでございます。かわいいかぼちゃの馬車だ。やっぱシンデレラ期間なんですか今は。シンデレラギフトなんだ。
んか別に同期でいても確かにぜあの実際成功なんですけど、別にあのこうを成功よしよしってされてここまで来てないので、別にだからそんなに成功っぽいところが出てたとしても、多分それは普通にただみんなで遊んでるだけなんですよそうみんなでワイワイなんかふざけてるだけなので、そこまでとあのシンプルにただただの属性成功が出てるだけってくらいなんで、あこれなんかの前が一番なんか何もしないですね私何もしないですね、ごめんなさいって感じ。あと5分で終わります今さ怖、最近よくあるんだよね、パッと携帯開いてさ時計見ようと思って、ね、今何時かなと思って携帯を開いたわけよ。なのに開いた瞬間にこのさ、最近 AirPods Pro 何これはあなたと一緒に行動し、なんか探す iPhone を探すみたいな機能のさ通知が毎回出るんですけど、それに一回視点が合っちゃうともうあの何をしようと思って携帯を開いたか忘れるんですよなんか今その一瞬で時を見ようと思ったのに忘れて一回戻して、あ何しようとしたんだっけなと思ってもう一回開いて時間を見ました。よくやるんだよねこれ、よくない、忘れちゃうからやめてほしい、あの表記例えばあのなんか近頃のお知らせ類をあのいろいろとインスタとツイッターと載せたのでご覧くださいませ、ぜひチェックしてください。なんかありがたいことに続いたので一気に載せました。お楽しみにして、ぜひアンケート等もよろしくお願いします。もうムカつくムカつくって言っちゃった。あてかそんな話をしていたらもう私はもしかしてランキングを読む時間になっているのではないか、はいなっておりましたので、ランキングを読ませていただこうかと思います。はーい、いきます。13位イッチーさんありがとうございます。12位ケンタさんありがとうございます。11位小山っちさんありがとうございます。10位加藤ちゃんありがとうございます。9位ケイゴさんありがとうございます。8位レイさんありがとうございます。7位あクランプさん言ってますか合ってる、うん多分ありがとうございます。6位栃木のスーさんありがとうございます。5位リンちゃんありがとうございます。4位ファングさんありがとうございます。3位タカさんありがとうございます。2位ゾウキンさんありがとうございます。で1位マサくんありがとうございます。ありがとうでございます。皆様ありがとうございました。あっという間に1時間おしまいでございますけど、また配信いたしますんで、はい
とあのちゃんと調子が戻ったらあのまたバカみたいにギアの入った配信がやってくると思います。あの最近ねちょっとバカみたいにギア入れようとするとあのちょっと呼吸できなくなっちゃうのでしませんけど、はい、ぜひよろしくお願いします。この後ははい岡の音でございますので10時からアップされますのでぜひ聞いてくださいませ。よろしくお願いいたします。それじゃあおやすみまだ全然おやすみじゃないけどおやすみバイバイ、ありがとうございました。またねー。